赤壁での勝利は曹操の覇道を大きく前進させた。このまま各地の諸勢力を制すれば乱世の収束へと至るはず。帝はその功を称え、華北一帯を治める曹操を魏公に報じた。一方、敗走した孫権は権業まで引き、堅守の構えを取る。また連合した劉備も孫権に従い、呉軍の地に投入していた。相も変わらず根なし草の劉備は当面の脅威足りえない。ならば孫権がその力を取り戻す前に叩くことが先決。そう判断した曹操はすぐさま孫呉征討の軍を起こす。赤壁の戦いからわずか2ヶ月の後のことである。長領、天尉、長公、そして曹操のもとに身を寄せる彩煙、彩文旗、曹操帰下に集う多様な彩が今権業に孫呉の明日を立つ。赤壁で天下の趨勢は消したのです。今ことさらに抗うとはなんと見苦しい。せめて散り際は美しく、この私が引導を渡して差し上げましょう。孫呉には未だ名だたる武人が残っている。ぜひこの戦で手合わせ願いたいものだ。赤壁からここまで一気に来ちまったな。御大将の勢いは止めらんねえ。こうなりゃもうこっちのもんや。わしも一丁大暴れさせてもらうぜ。書くかよ。この権業をどう落とす。赤壁で我らは五人大将、戦力を大幅に削ぐことに成功しました。結果呉は主戦派と降伏派に割れています。まずはこの降伏派の者に接触しましょう。うまくやれば互いに争わせもできようが。ただ貨幣での奇襲や罠が考えられます。その類に警戒して進めば問題ないでしょう。窮鼠猫を噛むとも言います。くれぐれも油断なさいませんよ。分かった。何かあればお前から策を発せよ。では行くぞ。孫呉の命数ここに立ってくれん。さあ城にこもる孫呉を追い詰めようか。まず2人目は正門を目指そう。長公、西軍殿は南側を制圧。長領殿と天尉殿は内側から進軍。頼む。私にできることは美しき戦の恩。
ものだね。見ているだけで楽しくなってくる。これ以上は持たぬか。
番もありませんな。Thank you.
ものだね。見ているだけで楽しくなってくる。長年磨いてきた知略、味わうがよいぞ。ただ願いは天下の太平。曹操が乱世を治めるなら、そのもとへ下ろうぞ。これで強靭派は全員下ったかな。孫権にとっては大打撃だろうか。奴を討ち、覇道を完遂する。